見ますね。下向くんですけど、あのカクカクするのでスマホであれコメント見ます。こんにちは、ハセ様もです。ちょっと待って、ハブにしてない。こんにちは、ありがとう。今日もストレートです。てか、あの私生活でツインテールすると頭皮がもうえらいこっちゃになっちゃうので、あれです、ストレートです。声ちっちゃい？大丈夫ですか。ごめんね、声がちょっとあんまり大きくないもので。こんにちは、聞こえてる？よかった。どうも、これ声、私の声が低いのはいつも通りなので不機嫌とかそういうことじゃないのでご安心ください。聞こえてる？よかった。なんだろう、これさ、みんな何話してます？何を話したらいいのかちょっと不慣れなもんで、何を皆さん話してますかね。自己紹介、はい、あの NGT48 3期生ハセスモモです。あとなんだろう、東京都出身の16歳、高校2年生です。 A 型です。あの質問、ちょっとあのあんまりお話が多分ね上手じゃないので、質問を募集してお答えします。何でも、あの、あ、趣味とか言った方が質問しやすいよね。趣味はメイクとファッションの研究と、あとあのアイドルが好きです。多分皆様のご想像よりアイドルが好きです。はい、好きな食べ物はサラダと、なんだっけな、サラダと、あの あんまり甘くないヨーグルトと、焼き魚の皮かな。あとなんか書いてたっけ。です。多分そんな感じかな。私さ、私さだって。私これ初出しなんですけど、多分情報、スモモって名前なんですけれど、スモモが食べれないのですよね。あんまり得意な味ではなくて、ちょっと苦手です。名前なんだけどね、いちごは好きです。こんにちは。かな。足速いですか？足は遅い。遅くはないかな。どっちなんだろうな。体力測定みたいなやつは、13秒とかでしたね。もう遅くはないと思いますよ、きっと。多分ね。でも10秒台から抜け出したことはないです、経験上。ああそう、あの急に違う話するんですけど、私
の何あだ名みんなあるじゃないですか、あだ名すももちゃんとすもちゃんにしてるんですけど、この理由が私ちゃん付けが好きなんですよねっていうだけなんですけど、なのでよかったらちゃん付けで呼んでいただけると幸いです。あの皆さんちゃん付けで呼んでくださってて嬉しいなと思ったのでお話ししました。ちゃん付けで呼んでほしいなって感じです。どうしたらそんなメイク上手くなるの？私自分じゃメイク上手いってあんま思ったことないんですよね。なんだろう、でもなんか最初はいろんなアイドルの方の目元とか真似してました、アップにして。それからかな、モノマネメイクとかじゃなくてこの色かわいいなと思ったら似た色使ったりして、毎日毎日それ、毎日毎日そのメイクやってたら上手くなったって感じです。なあすももちゃんとすもちゃんに関してはどっちでも大丈夫です。でもすももちゃんの方が呼ばれること多いんですけど、あれですよね、ちょっと言いにくいですよね。言いにくかったらすもちゃんで大丈夫です。ワールドは作らないです。写真より可愛い、ありがとうございます。なんか私写真写りめっちゃ悪いんですよね。なんだ、なんか三白眼なんで、写真で撮ると三白眼増しちゃうんですよ。好きなアイドルグループ、好きなアイドルグループは、ちょっとテンション上がっちゃった。48グループさん全部好きですし、坂道グループさんも全部好きですし、あの何より私のメールを取ってくださってる方は知ってらっしゃると思うんですけれど、イコールラブさんが大好きです。あとノットイコールミーさん、ニアリーイコールジョイさんも好きですし、あと悲劇のヒロインシンドロームさんとか、あとノンフィクさん、ハイライフさん、あとなんだ夜行性アミューズさん、あとなんだろうとか好きです。基本的に結構何でも好きですね。何でも好きです。そして皆様が思ってる以上にきっと好きです。あの結構ガチなので割とびっくりされます。はい、守備範囲広いですよね。推しメンは誰？推しメンはなんかこれは大前提として推しができる、卒業されてしまう、またできる、卒業されてしまうの繰り返しをしたのでめちゃめちゃ推しメンが多いのですが、決して DD では多分ないです。分かんないけど、もうすぐね推し編とかはしない、推し増しはするけど。でね、 AKB さんは最初大島優子さんが私は人生で初めて好きになったアイドルさん で大島優子さん、渡辺真由さんは私のツインテールの原点の方です。で小島春菜さんが好きで、で待って、すごいアイライン、あと木崎ゆりやさんも好きです。あとユリアさんは本当にねめちゃめちゃ好きです。お部屋に生写真とか飾ってる、でも皆さん割と飾ってるんですよね。あと今いらっしゃる方だと柏木由紀さんと千葉エリーさんが好きです。はい、あとねユーナーモギオンさんのチャンネルをよく見ていて、モギさんが選抜入りされてすごい嬉しかったんですよ。めちゃめちゃ嬉しくて、そして大好きな推しメンの千葉エリーさんがセンターで嬉しかった。
あと、あ、そう、峯岸みなみさんも好きです。あの卒業コンサート峯岸さんの行ったんですよ。そう、それぐらい好きです。あの順番に行きますね、 AKB さんから。まあ、皆さん多分ご存知の通り NGT さんはあのね、リカさんが大好きなんですよ。あと私は西方まりなさんも好きで、西方まりなさんのお姉さん感がすごいめっちゃ好きで、多分あの共通点はねないと思います。でも割とお姉さんを好きになることが多いです。リカさんは多分皆さんがご存知、本当に大好きです。あの私がファッションに興味を持ったのもリカさんだし、メイクをしようと思ったきっかけもリカさんですかな。あとね、そう、私 SKE さんはずっと松井玲奈さん推しだったんですよ。でそっからあの SKE さん、松井玲奈さんが好きで、で今あの割と経っちゃったんです、卒業してから。あの推し面はまださ探し中なので、よかったら教えてください。あれなんだっけな、あのなんだっけ、須田あかりさんがすごいね、あの玲奈さんが卒業されてからは気になってました。で松井玲奈さんめっちゃ好きで、あのなので前のめりとかすごい好きです。あ、そうです、私木崎ゆりやさん大好きで、そうなんですよ、本当に好きで、あのお顔がめちゃめちゃ可愛いじゃないですか、すごい好きです。何歳からアイドル好きなの？もう気づいた時には好きでしたね。いつなんだろう、幼稚園とか、それこそ小学1年生の時にはもう好きだったので、私の幼い頃って本当に AKB さんがテレビにもう毎日出るぐらいのテンション感だったので、テンション感あのだったので、気づいた時には好きでした。NMB さんはあの渡辺美由紀さんと山本さやかさんのさやミルキーさんで推しだったんですけど、卒業されてしまってから梅山ココナさんが好きです。でも卒業されちゃったんですよ、ココナさん。なので今は山本美香奈さんです。好きなメンバー的に歴史を感じます結構昔からね好きなんですよ。 NNB さんほんと好き、どのグループさんも好き。もう梅山ココナさんの本当にお顔がめちゃめちゃ好きです。面食いってめっちゃ言われるんですよ。これなんかオーディションの時、配信した時も言われました、面食いって。面食いかもしれない。HKT さんはあの指原莉乃さんがもちろん好きで、あ、もちろんじゃないわ、指原莉乃さん好きで、で宮脇さくらさんも好きで、でナコミクさんも好きです。ナコミクさんあのねめちゃめちゃ好きです。なんかあとね石橋ゆぶきさん、確かも同い年ですよね、うん、すごい好きで、田中美久さんは写真集もあとうちわとかアクスタも持ってます、大好き田中美久さん。好きなメンバーさんが分かるわって微妙なとこついてくる、お、やったー。意外とね、割と面食いのタイプかもしれない。ただビビアンさん卒業発表されましたよね、寂しい。めっちゃね、なんかびっくりしました。
正統派美人が好き？うん、でも、でもいろんな方好きになるかも。あんまりなんだろうな。あ、手元でコメント見てるので下向いてます。あんまりなんかそんななんかないかも。なんていうの、こういう人が好きになるみたいな。あんまりないかもしれない。ありますか皆さん、なんか自分こういう系統がめっちゃ好きだなみたいな。私特にないんですよね。今 HKT さんまで行きましたよね。NCT はそうです、リカさんと西方まりなさんです。で STU さんはずっと私藪下風さんが好きで、もうさ、やっぱ卒業されちゃって、で推しメンをそう探してるんですよ。でこの間ミュージックステーションさんに出て出演されていたのを見て、あの中村舞さんがすごい可愛くて、ちょっと推しメンになりかけてます。なりかけてますってか、めちゃめちゃ気になってます。めちゃめちゃ、すごいめちゃめちゃ美人で、美人さんってなんかすごい、なんだろう、私が言うとなんか、私も本当語彙力がなくて伝えられないのが申し訳ない。え、待って、私この流れでいくとって当てられてる。中村舞が気になってるの当てられている。やっぱあるんですかねそういうの。あ、そうで今もちょっと充電してるんですけど、その充電器が見せていいのか、宮脇さくらさんの卒業の時充電器使ってるんですよ。それぐらいがアイドルオタクです。基本センターが好き。そうでもないかも。まあでも多分面食いなのもあると思います多分かな。ショールームもかなり見てたの。あー、加入前はめっちゃ見てました。よく見て、アカウントとか持ってなかったんですけど、めっちゃ見てました。48グループさんは全部行ったかな？坂道さんは乃木坂さんが最初西野七瀬さんが好きで、メールでも書いたんですけど、卒業コンサートに当てて行ったぐらい好きなんです。で白石麻衣さん、松村さゆりさん、さゆまいさんが好きで、で山下み、今いらっしゃるメンバーさんだと山下美月さんとか、あと富里奈央さん、すごい可愛くて気になってるっていうか推しメンです。あと鈴木彩音さんとかめっちゃ好きです。あ、また面食いって言われる。面食いかもしれない。まあ、でも5期生さんはめちゃめちゃ気になってる方いっぱいいらっしゃって、一ノ瀬美空さんとかもすごい可愛くて気になって、あと岡本ひなさんの笑顔がすごい好きで、めちゃめちゃ好きです。テレサちゃん、テレサさんだって、ごめんなさい、オタクだった。テレサさんも、テレサさんめちゃめちゃ可愛いですよね。最初のこのお披露目動画みたいな見た時、お人形さんかと思う。本当に可愛いらしい、可愛いらしい、本当に美人の方で、美人さんで、すごいあんな顔になれたらいいな思うぐらい綺麗です。結構ディディ違う、DD じゃなくて、卒業されたらまた新しい推しメンを作るを繰り返していってこうなってます。 DD ではないです、本当に冗談じゃなく
ちゃんとね、1回の節目は2人ぐらいに絞ってるんですよ、毎回。皆さん可愛いからさ、好きになっちゃうよね。で、あの、欅坂さんと桜坂さん、あの、欅坂さんの時は、あの、長濱ねるさんと田辺りささんが好きで、で、桜坂さん、ん？違うわ。欅坂さんと桜坂さんで、あの、長濱ねるさんが好きで、で、渡辺りささんも好きで、で、田村ほのさんと守屋茜さんも好きで、あとね、あの、渡辺りささんと田村ほのさん、守屋茜さんは、お話し会とかにも行かせていただきました。あ、乃木坂さんも、あの、白石麻衣さん、松村さゆりさん、鈴木あねさん、山崎れなさん、あと堀美央奈さん、山下美月さんは、握手会とか、オンライン話し会とか、行かせていただきました。卒業率高すぎ、そうなんですよ。全国握手会とかすごい、あの、白石麻衣さんの連並んでたので、あの、並ぶことには自信があります。日向坂さんは、これメールでも、ああ、書いたんですけど、斉藤京子さん、東方志保さん。京子さん、斉藤京子さんが今回センターなのですよ。嬉しい。並ぶことに自信あるんですよ。あ、てかもう53分だ。今日、あの、何？ 18 時までなので、早いな。55分になったら、ランキング読みます。じゃあちょっと駆け足でいきます。イコールラブさんは、これはもう皆さんご存知、野口衣織さんです。野口衣織さんです。あと、あの、斉藤渚さんとかも好きです。ボタニエミリさんとかでも、野口衣織さんが皆さんの中でやっぱりね、皆さん知ってらっしゃる通り、私は野口衣織さんが好きです。時間制限じゃなくて、今日30分ぐらいが一番見やすいかなと思って18時までにします。 Not Equal Me さんは、あれ、あの、菅波美玲さんと谷崎沙耶さんです。あの、本田美雪さんとかもね、めっちゃ気になってます。イルテンさん、 めちゃめちゃ可愛い。サマーチョコレートの MV の MV 本当に可愛くて、本当にもうずっと見てられる。タワー、サギちゃん、ハクタカさんかな、ハクタカさん、タワーありがとう、タワーじゃないわ、サギさんありがとうございます。タカさん、ウサギさん、ありがとう。かわいい。これあれだ、ユキちゃんがぴょんぴょんやってたやつだ。ニアリーイコールジョイさんは山野アリスさんです。DD じゃないですよ。はい、じゃあランキング読みます。こうやってランキングってどこで見れるんだろうか。これはランキングは、あ、こっちかな、これでは、これでは、これでは、ランキング読みます。13位の方から読んでいきます。13位、ハクタカさん。あの、何？アットマークの跡がちょっと、あの、消えちゃってる。ちょっと待ってください。ポンコツナッパミンさんかな？ハクタカさん、ありがとうございます。サギさんもありがとう。12位、タカさん、ありがとうございます。ありがとう。11位、ハルアットマークナナミちゃん、タンオシさん、ありがとうございます。10位、ふわふわさん、ありがとうございます。
ふわふわ。9位埼玉山添さん、ありがとうございます。8位ポキアットマークあなたのハートを癒したいさん、ポキドンさん、ありがとうございます。7位ヒロポンさん、ありがとうございます。ポンポン。6位リホちゃんさん、ありがとうございます。さくらんぼついてる、かわいい。5位くすんだ猫さん、ありがとうございます、おにぎり。4位タッツンさん、ありがとうございます。あ、待ってランキング変わった嘘。5位タッツンさんになって、ありがとうございます。4位まこちゃさん、ありがとうございます。ちょっとランキング変わっちゃった、ごめんなさい。3位サバサンドさん、ありがとうございます。サバサンドって美味しいのかな、食べたことない。2位空っぽよアットマークおしゃべり、ちょっと待ってね、消えちゃってる、消えちゃってる。アットマークの後なんだろう。空っぽよさん、ありがとうございます。あ、おしゃべり会ありがとうでした、こちらこそありがとうございます、ありがとうございます。あ、1位が白鷹さんになってるんだ、そうだ、白鷹さん1位、ありがとうございます。うさぎちゃんありがとう。これ多分全員読んだよね。どこがねちょっとねランキング変わったのか分かんないのよ、ごめんなさい。ありがとうございます。本当にほとんどなんかアイドルのお話しかしてないんですけど、すごい楽しかった、ありがとうございます。スクショタイムします、スクショタイムする？配信ありがとう、ようこそありがとうございます。あ、じゃあスクショタイムします。あのこれは約束ね、判明は絶対載せちゃダメだよ。何がいい？やろ、撃たれた？白目ならいい、白目はダメだし、多分白目することないかもしれない白で塗りつぶさないとないかもしれないかな。ありがとうございます、今日も本当に感謝感謝でございます。私なんか自分のポーズとか特にないんですよね、うさぎちゃん。30分あっという間ですよね、早かった。話し方マイナスイオン出てる、よかった。はい、マイナスイオン出しておきますね。18時ぴったりになったらやめよう。ありがとうございます、本当に1271人、ありがとうございます、嬉しい。こんなただ私が推し面を語る配信にありがとうございます。じゃあ終わりにします、ありがとうございました。またやる、またあの未定なんですけど、いつかやるのでまた来てください。ありがとうございました。